山名湖鉄道の天竜二間田駅というところになるんですけども、新エヴァンゲリオン劇場前に出てきた第三村のロケ地ですよね。ロケ地がありますんで、そちらの方に行って皆さんにその第三村を見ていただこうかなと思いますね。プラク鉄、そんな着ないですよ、プラグ。さすがにね、外だしね、一応撮影許可ももらってるし、まあプラグスーツも OK だよって言われてるんですけどね、まあさすがにでもね、結構人いるらしいんですよ、新エヴァンゲリオン劇場版の効果で。そこでね、そのプラグスーツ着てはなかなかね、できないと思うんで、さすがにね、それは僕も恥ずかしいですからね。チューブの神の伊藤のそっくりさんです。でいいですかね。ようやく天竜二俣駅到着しましたよ。いや今からですね、ツアー見学ツアーに行って第三村見学したいと思いますね。行きますか、とりあえず。どうですか。違う、私は伊藤じゃない。行きましょう。時間になったんで行きましょう。あれは何？犬とは形状が違う。あれは何？目と形状が違う。すごいですね、やっぱこの雰囲気が。これ現存のね、駅なんですけど、もうすでに第三村みたいですよね、これ。とんでもないですね、やっぱりこれ。いいですね、すごい雰囲気があって。いいですね、これ見てください、これ。たまんないですね。あれは何？犬とは形状が違う。エヴァラッピングにしてほしいですよね。これはどう？これゆるキャンですもんね。これはそうですね。僕はエヴァが好きなんで。可愛いですよね、でも。めちゃくちゃ可愛いと思いますよ。いいっすね。これ今から乗りますんで。これです。これは知らなかったです。勉強不足でしたね、これは。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。可愛いですね、これ。可愛いでしょ。可愛いですね。これ見てください、すごいじゃないですか。まさにですよ、これパンフレットに載っているもう代表的なやつですよね、これ。いや素晴らしいですね。あれは何？犬と形状が違う。すごいですよね、それ戦争の前ですからね、これ。ゆるキャンですね、これね、ゆるキャンですね、エヴァではないですね。
かですね、間違い感がありますね、これ。松笠さんはいないですか？松笠さん。もっと大事な検証。妊婦の松笠さんはいないですか、ね、みんなで。ここ、不思議。人がいっぱいいる。これ、正面から見たいですよね、やっぱり。もうこれがメインですからね、やっぱり、第三村といえば。列車の上に降りて何がないか教えてあげて。これいいっすね。なんかもう匂いが、土の匂いじゃないんですよね。鉄の匂いがするんですよ。土の匂いじゃないですね。わかった？これ、転車台ですよ、転車台。まさに新エヴァ。これですよね、第三村のシンボルといえば。いや、もう本当そのまんまですよね。映画のまんま、もう本当にすごいです。これは生で見てほしいですね。そしてこちら見てください。扇形になってた診療所って書いた建物ですよ。まさにこれも新エヴァ第三村のまんまですよね。いやー、いいですね。松方さんはいないですかね。松方さんいないですか。松方さんいないですか。皆さんこれ見覚えないですか。見覚え。そうなんですよ、これ当時の家なんですよ。古いながらも楽しい我が家ですよ、これ。開けてみますか。ダメですよね、それは。触っちゃダメなんで。いや、でも本当そのまんまですよね、これ。すごいっすね。本当すごいですね、これは。当時そうっすもんね。そうですね、もう転車台のすぐ隣であるって感じなんですね、これ。当時の家は。猫いないですか、猫。猫いないですかね、猫。新城原、これですよね。そしてこの作り、診療所の作りですよ。診療所の作り、まさになあそこですよね。これですよ。仲良くなるためのおまじないですよね、これは。はい、めちゃめちゃテンション上がりますね、本当に。いやー、こういう風だったんですね。本当に新エヴァのまんまですね。まさに第三村の診療所ですよ、これ。これすごいですね。第三村のジオラマですね、これは。あの東京のスモールワールドに、あの第三村のセットが今ね展示されているみたいなんですよ。それ9メートルぐらいある大きいサイズで、僕もねゴールデンウィークに見に行こうと思ってるんですけど、これはこれでまた違いますね。味がありますよね。まさにこの当時のまんまのミニチュアっていうかね、もうジオラマになるんで、すごいですね、こうやって見ると。じゃあ、電気消しちゃっても大丈夫？あ、大丈夫です、はい。はい、じゃあ、外行きます。これやっぱ80年前からあるんですね。そう、もうね、ちょっとずつ直し直し、現在に至ってます。そういうことなんですね。そう、もう古いものを逆手にとって文化財ということで、はい、ご紹介してますよ。素晴らしいです ね、 ね、これ中途半端に直したら今日は言えなかったのにね。そう、そうですね、これが使える時点でもすごいですもん ね、 ね。見てください、これしっかりと新エヴァンゲリオン劇場版のポスターありますね。そしてちゃんと西暦2021年3月8日公開に修正してありますね、紙で貼ってる感じで。ここはなんかお仕事されてるみたいなんで貼れないんですけどね。いや、いいですね。そして皆さん、あれ見てください。あれもすごい新エヴァで見覚えあると思うんですけど、あの建物ありますよね。しっかりパンフレットにも載ってますんで。いや、やっぱ面白いっすね、こうやって来ると。テンション上がりますね。新エヴァの中で綾波お風呂入ってますね。新精油ですね。おそらくここがモチーフになっているんじゃないかなって思いますよね。あの、周りに、あの、落書きというかね、絵が描いてあったんですけど、魚の絵とか、
これもなんかしっかりとなんかこんな感じでデコられてますね。いやー、おそらく庵野監督ここ見てあの新声優作ったんですよね。いや、そう考えるだけでもやっぱ胸熱ですよね、ファンとしては。すごいな。名前つけていいの？またいいですよね、この木とこうなんかね、こう心境というかね、リンクしてて本当こう、まさに第三部だった感じですよね。すごいな。見学ツアーの方はもうこれで無事終了したんですけど、いやー、来てよかったと思いますね。まさに新エヴァンゲリオン劇場版の第三村そのまんまでしたね。さっきも言ったんですけど、庵野監督がここにいらっしゃって、あ、ここが第三村にしようっていうね、そう決めたところにやっぱこう来れたっていうのがやっぱりファンとしてはすごく嬉しいなって思いますよね。ぜひとも皆さんも天竜浜名湖鉄道二俣駅の方に遊びに来て見学してほしいなと思いますね。いやー、最高でしたね。この格好で全く浮いてなかったんですよね。やっぱリンクしちゃってて、もう皆さんね、もうね、無視ですよ。もう無視、見ないようにしてましたね。まあそんな感じで今回は終わらせていただきます。ピチピチタイトの息子さんの神チューブの神の伊藤のそっくりさんでした。よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。仲良くなるためのおまじない。こちら天竜二俣駅の中の、見てください、エヴァストアになってるんですけど、ないんですよ。売り切れてるんですよ。もう買えなかったんですよこれ。でもまたなんかあの再販というか再入荷するみたいなんで、あのぜひとももうゲットしたいと思いますね。手ぬぐいもなくなっちゃいましたね。まあ、手ぬぐいの方はヤバンキリオストアの方で発売するみたいなので、まあ、こちらの方がいいんですけどね。こっちですよね。はい、あとこれですね、第三村転写台中心、本当にすごかったです。そっくりでしたよね。本当にいいなと思いますね。これは手ぬぐいですね。これすごいですね。皆さん見てください、あれ、あの風車見覚えないですか？そうですよね、あの新エヴァンゲリオン劇場版の中でケンスケとシンジ君がドライブですよね。ドライブの時にあの風車止まってましたけども、今は見事に動いてますね。いや、すごく景色が良くてめちゃめちゃテンション上がりますねこれ。